こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。ちょっと動画の公開予約が遅れてしまいましたが、なんとか間に合いました。一体どうしたというのだ？パソコンの SSD と HDD をつなぐ SATA 配線というのがショートしてしまい、SSD や HDD がまとめて壊れてしまいました。SSD2 枚と HDD3 枚が吹き飛んだのです。なんだと。でも、重要なデータは無事でしたので、九死に一生を得ました。かなり危なかったです。今日の動画は旬なネタなので、なるべく早く出したかったんですよね。ほふん、今日の動画は取れたて新鮮なネタってことか。一体どんなネタなんだ？ビッグモーターに関する内容です。ビッグモーターって何なんだ？エンジンのことか？ワールドウォー2で活躍した強力な戦車のエンジンについてまとめました。にしても、動画のネタの切り口がビッグモーターすぎるな。たまたま思いついたので動画にしてみました。実際、今日紹介するのはビッグなモーターです。ワールドウォー2の戦車のエンジンか。そんなにビッグなの？かなりビッグです。戦車の重さは、中戦車でも25から30トン前後、重戦車なら40トンから50トン、重いものは70トン近くあります。それだけ重いものを動かすには、ビッグモーターが必要です。確かにビッグさが必要だ。ワールドウォー2の戦車は、戦いの最中にどんどん進化しました。開戦前と対戦末期では、性能が全く異なっています。ワールドウォー2の戦車は、かなりインフレしたんだね。火力も防御力もかなりインフレしました。能力のインフレに伴って、車体も重くなっていきます。重いものを動かすには、馬力の高いエンジンが必要になりますね。戦車のエンジンが強化、改良されていき、ビッグモーターとなっていくのです。なるほど。強力なパワーのビッグモーターが求められたんだね。そうね。例えば、ドイツの戦車を例にとりますと、ワールドウォー2初期に使われていたドイツ軍の戦車は18トンくらいしかありませんでした。しかし、対戦末期に登場するティーガー2という重戦車は70トン近くあります。4倍近い重さだ。また、試作型のムースという戦車は188トンもあるので、とんでもなくビッグなモーターを積んでいるのです。それはかなりのビッグモーターを積まねば動かん。不正なエンジンを積んでるんじゃないだろうな。開発中に工場長が降格したりしました。なんだと。いえ、嘘です。まあ、ヒトラーのやり方はビッグモーターよりひどいはずだから、あり得る話だ。ゴルフボールどころのレベルじゃないんだ。ドイツだけでなく、他の国でも続々と強力なエンジンが完成していきます。順番に見ていきましょう。まずはイギリス戦車のエンジンから見ていきましょう。イギリスは軽い巡航戦車と重たい歩兵戦車がありました。初期の戦車はパワー低めのエンジンですが、後半は強力なものが登場します。戦いの中で進化していくんだね。そうね。初期のイギリスではリバティエンジンというものを使っていました。リバティエンジンは古いエンジンでして、第一次大戦の頃に登場したものです。ワールドウォー1の戦車であるイギリス製の菱形戦車にも搭載されたことがあります。ワールドウォー1の戦車に使ってたやつをワールドウォー2でも使ってたのか。菱形戦車のマーク8に搭載されました。1918年当時、300馬力でしたが、ワールドウォー2の時代には340馬力ほどになっています。そんなに強化されているわけでもないのか。リバティエンジンは、もともとアメリカで開発されたエンジンでして、イギリスから輸入した菱形戦車に搭載されたりしました。その後、イギリスのナフィールドという会社が、アメリカからライセンスを購入して生産を始めます。これが巡航戦車クルセイダーに搭載されました。クルセイダーは、そこそこ素早い戦車だね。なかなかの速度が出せるわけか。クルセイダーの重さは20トンくらいで、結構軽いです。20トンしかないのか。かなり軽いんだね。クルセイダーの速度が、最高で時速40キロちょっとくらいですね。クルセイダーが活躍したのは1942年頃ですが、当時としてはなかなか速い戦車です。しかし、リバティエンジンは信頼性が高いとは言えず、故障が多くてクルセイダーはよく壊れました。リバティなのに自由に走れん感じなのか。残念ながらあまり自由ではありませんでした。進化するドイツ軍の戦車に対応できず、クルセイダーは引退に追い込まれていきます。巡航戦車だけに、引退までもまあまあ早かったんだね。イギリスはリバティエンジンの問題を解決するべく、新型の戦車用エンジンの開発に取り組みます。そして、ついにビッグモーターが完成するのです。何？ついにビッグモーターが？
それがロールスロイスが開発したメテオエンジンというビッグモーターです。かなり強力で信頼性の高いエンジンでして、リバティを圧倒するパワーを持っています。そんなに強いのか。メテオエンジンは550から600馬力ほどあります。リバティエンジンの 1.5 倍のパワーですね。ビッグモーターすぎる。メテオエンジンは航空機に使われていたエンジンから進化したもので、ロールスロイスのマーリンエンジンというものをベースに作られました。イギリス軍に搭載された戦車用エンジンの中では最強のエンジンで、ワールドウォー2で最も成功したエンジンの一つです。イギリスはそんなにビッグなモーターを作ってしまったんだね。そうね。メテオを搭載して活躍した戦車としては、クロムウェルやコメットという巡航戦車があります。クロムウェルは時速60キロを超える速度を出すことができ、ワールドウォー2最速クラスです。クルセイダーとは比べ物にならんほど速い。メテオエンジンはパワーが強いので、火力や装甲を持っても機動力を確保できる利点があります。これによって万能的な能力を持つ主力戦車センチュリオンの開発が可能となったのです。全てのパラメータが高い勇者色のような戦車か。最初のセンチュリオンは47トンで、チャーチルより6トンくらい重いんですが、チャーチルの倍くらいのスピードが出ます。これがビッグモーターのなせる技か。次はアメリカを見ていきましょう。アメリカ軍の戦車には、いろんなエンジンが使用されました。ワールドウォー2への参戦が遅かったこともあり、最初からそこそこ優秀なエンジンを積んでいます。初っ端からビッグモーターだったのか？そこそこビッグでした。イギリスのリバティに比べると、信頼性の高いエンジンを積んでいたのです。アメリカの戦車は、レンドリースでイギリスに供与されましたが、シャーマンや M3Bは故障しにくく、イギリス兵からは好評を得ていましたね。やっぱりリバティなクルセイダーじゃダメか。アメリカはいろんなメーカーが、いろんな種類のエンジンを出しています。アメリカ軍主力の M4 シャーマンでも、バージョンによって搭載しているエンジンが異なっているのです。そうなの？じゃあ、同じシャーマンでも性能が違っていたりするのかな？後期型のシャーマンの方が性能が上がっていますね。初期型から後期型まで、だいたい350から450馬力ほどのエンジンを積んでいます。なるほど、そのくらいのパワーか。最初に M4 シャーマンに搭載されたのが、クライスラーの A57 というエンジンです。370馬力あります。7500両ほどのシャーマンに搭載され、M3Bにも搭載されました。ふむふむ、リバティとあまり変わらないくらいの性能だな。故障しにくく、信頼性はリバティより高いですね。M4 シャーマンに搭載されたものでは、フォードが作った GAA というエンジンが強力です。450から500近い馬力を持ったエンジンです。イギリスのメテオエンジンと競合したエンジンでもあります。お、メテオと張り合ったエンジンなのか？張り合ったというか、メテオなんかやめて、フォードの GAA 使えよというアメリカの圧力がイギリスにかかったのです。でも、イギリスはメテオの方が強いだろうと考えて、これを拒否したのです。アメリカのジャイアン的行為を跳ねのけたんだね。実際、フォードよりもメテオの方が優れており、イギリスの判断は正しかったのです。アメリカはその後、フォード GAA を使って M26 パーシングという重戦車を作ります。パーシングは戦後、アメリカの主力戦車のベースとなっていきます。フォード GAA のパワーは強く、重戦車に対応できるスペックを持っていたのです。なるほど、メテオと張り合おうとしただけの性能はあったということか。GAA はさらに改良されて、強力なエンジンとなります。750馬力出せるものが完成したのです。750だと、ビッグモーターすぎる。フォードの改良型は、ドイツのティーガー2に対抗するために開発された T29 という試作重戦車に搭載されました。しかし T29 の出番が来る前に、戦争が終わりました。なるほどな。フォード GAA も成功しましたが、アメリカで最も成功したエンジンは、デトロイトディーゼル71というエンジンです。これは2万両以上のシャーマンに搭載され、1万両以上の M10 駆逐戦車に搭載されました。イギリスのバレンタイン歩兵戦車にも搭載された、非常に成功したエンジンです。2万両以上のシャーマンにか？数的にはかなりビッグなんだね。そうね。戦車に搭載されたディーゼル71は、370馬力ほどで、フォードほどのパワーはありません。しかし、軍の小型船舶用のエンジンとして人気があり、数万単位の船に搭載されたのです。戦車用と船用でかなりの数が生産されたんだね。次はソ連です。ソ連の戦車は、どれも同じエンジンを使っています。え、同じなの？
抽選車の T34 から抽選車の IS2 まで全てに V2 というエンジンが搭載されています。抽選車も抽選車も同じエンジンとはな。でも T34 と IS2 では重さが違うのではないのか。同じエンジンですがバージョンによって馬力が違うので重い戦車には強力な V2 を搭載していました。なるほど、そういうことか。 V2 はおおむね450から700馬力ほどのパワーがあります。 T34、KV、IS、自走砲の ISU152 に至るまでこの V2 が搭載されたのです。何でもかんでも V2 ってことか。でも700馬力もあったら相当なビッグモーターだな。そうね、パワーは十分ですが信頼性がどうだったのかちょっとわからない部分があります。 T34 は結構壊れることが多かったというので初期型のものは信頼性が低かったのではないかと思います。ふーむ、なるほど。 T34 のエンジンは500馬力で抽選車にしては相当なパワーですよね。T34 が最速で時速50キロを超えるというのもうなずける話です。さすがに馬力が高いだけのことはあるな。 KV、KV2、IS2 が600馬力のエンジンです。重さがそれぞれ45トン、52トン、46トンで30トン前後の T34 よりだいぶ重いです。600っていうと相当なパワーだな。ソ連は初っ端からなかなかのビッグモーターだったんだね。そうですね。さあ次はドイツのエンジンを見ていきましょう。ドイツか、相当ビッグな予感がするよ。かなりビッグです。ビッグすぎてどれから扱えばよいのか。まずはカール自走球砲に搭載されたエンジンを見ていきましょう。カール自走球砲はフランスの街の線を破壊するために開発された超巨大自走砲です。それはいきなり本命じゃないのか。だってこいつめっちゃでかいんだろ。でかいですね。重さは約120トンあります。120トンって戦車とか自走砲のレベルじゃないだろ。こいつはもう1000馬力超えているんじゃないのか。いえそんなことはありません。実はカール自走砲に搭載されたエンジンはティガーより小さいです。え、マジでか。カール砲のエンジンは580馬力です。メルセデスベンツの MB503 というエンジンが搭載されています。580って KV のエンジンよりもパワーが低いじゃないか。そんなんで動くのか。時速5キロくらいしか出ません。遅すぎる。カール砲は戦車みたいに動き回るものではありませんし遠くから砲弾を発射するだけの自走砲です。長距離移動するときは列車で運ぶのでそこまでの移動力は求められていないんですね。少し移動して向きを調整する程度の移動力があればいいって感じです。なるほど、車体の大きさの割にスモールモーターだったんだな。カール砲よりも大きなエンジンを搭載したのが重戦車のティーガーですね。23リットルマイバッハエンジンというものを積んでいます。ティーガー1、ティーガー2両方に搭載されました。初期型と後期型で馬力が違い、初期型が700馬力、後期型は900馬力もあります。めっちゃパワーがあるな。ティーガーは他の戦車に比べても段違いに重いですからね。ティーガー1が55トン前後、ティーガー2は70トンくらいあります。重さがインフレしすぎとるな。70トン近いティーガー2を動かすには900馬力が必要だったんです。どちらのティーガーも最高速度は時速38キロ、フルスロットルでエンジンを壊す覚悟があるなら最高で時速45キロも出ます。ティーガーは重い割に速いんです。これがビッグモーターの本気か。900馬力は伊達じゃないってことだな。ドイツの戦車には大体マイバッハエンジンが搭載されていました。パンターや4号、サントツ、ヤークトティーガーなどもマイバッハです。お、そうだったのか。ドイツはほとんどマイバッハなんだね。パンターにはティーガーと同じ排気量のマイバッハが使用されています。4号や3凸には排気量を抑えた12リットルのマイバッハを積んでおり300馬力でした。4号はコスパの高い戦車なんですね。4号は安くて良い戦車なんだ。マイバッハは現在ベンツの傘下に入っています。現行のベンツにもマイバッハの名を冠したエンジンが搭載されているのです。戦車用から高級車のエンジンとなりました。値段もビッグになったんだね。ドイツにはさらなる重戦車があります。重量188トンの超重戦車マウスですね。名前は小さいのにでかいやつか。カール砲より重いだろ。そうね、マウスは試作車両に過ぎませんが動かすには巨大なエンジンが必要です。こいつはどんなビッグモーターを積んでるんだ。やはりマイバッハか。マイバッハではなくベンツのビッグモーターが搭載されました。
MB509、MB517 というエンジンが搭載されています。マウスは2両生産されただけですが、1号機が1000馬力くらい、2号機は1200馬力のエンジンを使っていますね。1200馬力って、とんでもないビッグモーターだ。しかし、これほどのビッグモーターを積んでも、マウスのスピードは時速20キロ程度でした。さすがに188トンは重すぎますね。走行がめちゃくちゃ熱いので、これほどの重さになってしまいました。ビッグモーターは売上至上主義だけど、ドイツ戦車は走行至上主義だったんだね。そうですね。結局、マウスは試作のみで終わった戦車です。戦車が重くなりすぎたせいで、ビッグモーター化が加速していったんだな。戦車のせいではなく、それを監督した幹部のせいですね。確かに。ただ、戦車のモーターは、ビッグになっても差し支えありません。出力が大きければ大きいほど、それだけ大きな性能を発揮できるからです。そうだな。モーターはビッグになっても問題ないけど、不正がビッグになったら大変なことになるな。そういうことですね。武器屋のお姉さん。というわけで、ビッグモーターについてでした。まさかこんなネタを思いつくとは思わなかったよ。やろうと思えば、まだ海軍用、空軍用でビッグモーターネタがこすれます。まあ、やりませんが。さすがにせこすぎる気がするな。あとは強風オールバックネタで何か作れないかと考えたんですが、なかなか難しいですね。空軍ネタで何かできそうな気はしないでもないな。でも、強風オールバックはネタが滑りそうな気がする。どんなネタも滑る可能性は常にありますね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。異世界食レポチャンネルもよろしくね。